計算理論の第7回目の授業を始めていきます。でですね、今日は再帰定理という話をしていきまして、なんて言うんでしょうかね、この前半の講義としては、重要な部分の最後になります。で、もう一度ですね、この講義何をやっているかというと、計算理論の前半は計算可能性理論という話をしていて、後半、次回のその次ですね、次々回からは、その計算複雑性理論とか計算量理論と呼ばれる内容をやっていって、そちらの方は田部井先生が担当されるという形になります。それで、これですね、今日はこの再帰定理というところをやりまして、来週は前半のまとめという形になります。で、来週もちゃんと授業をすることにしますので、よろしくお願いします。はい。それで、今日やるのは、その再帰定理というもので、今までホワイルプログラムというのを扱ってきてるんですけども、ホワイルプログラムは、その関数呼び出しみたいなことを、その等位構文としてですね、使えるって話はやったんですけども、その自分自身をですね、呼び出すってことをするにはどうしたらいいのかってことを、やってない。あるいは、それは今までの話ではできないような、気分でいるわけですね。しかしですね、これ実際できるっていうことを今日話をしていきます。で、これはですね、割と入り組んでて、そんなに簡単じゃないんですね。で、実はいろんな実現法はあると思うんですけども、ここでは割と一般的な話をします。一般的な話っていうのは何かっていうと、そのホワイルプログラムに特化した話じゃなくて、どんな計算モデル、万能な計算モデルでも、こんな形で、この再帰を実現できますというような話です。そのためです。例えば、そのチューリング機械というような計算モデルがあるんですけども、それも万能な計算モデルなんですが、それにおいても、再帰をできる、実現できるってことになりますし、ラムダ計算っていうような計算モデル、これも万能な計算モデルなんですけども、それにおいても、再帰を実現できるというような形になります。で、それを今日やっていきたいということになります。でですね、前回の後半の方で SMN 定理というのをやりまして、これ今日も使うので、これのところ復習をするところから始めていきます。で、何だったかというと、これはややこしいわけですね。ややこしいんですけども、一応、まず、どういうものだったかということを読んでいきます。まず、M と N っていうのは自然数です。それに対して、この SNM っていう、SMN っていう、M プラス1変数ホワイル計算可能関数があります。っていうことを言ってます。で、何だったかというと、まず、その SMN に、M たす1個の変数ですね。の割り当て、その E という1個と Y1 から YM っていうのを入れると、それ自身が N 入力 Go というプログラムのコードになります。だから、その気分としては、この E っていうのは別のプログラムのコードなんですけども、それと、Y1 から YM っていうのを一緒に入力すると、N 入力 Go というプログラムのコードができます。というですね。で、2番の方が、その E っていうプログラムのコードと、この1番で作られたプログラムコードの対応を表しています。で、何かというと、任意の自然数 E と X1 から XN、そして Y1 から YM に対して、これですね。下の方から見ると、その E に対して X1 から XN、そして Y1 から YM っていう N たす M 個の入力値を入れて実行したもの。この UNIV っていうのは、万能関数ですね。万能関数なので、その初めの引数が、そのプログラムのコードで、その後ろの引数がそのプログラムに対する入力だと思っているわけです。ですね。で、その E に対して X1 から XN、Y1 から YM っていう入力を入れて出てきた結果っていうのが上と同じです。で、それ何かっていうと、その1番の方で作ったプログラムのコードですね。それに対して X1 から XN を入力して得られる結果です。と等しいというわけですね。で、これが SMN 定理でした。これはいいですか？前回やったんですけども、思い出しましたか？いいですか？で、どんなイメージだったかというと、こんなイメージだったっていう図もありました。何だったかというと、もともと、この E っていうのはプログラムのコードだというふうに今思っているので、じゃあその P っていうプログラム、
P というプログラムのコードだと思いましょうと。で、ですね、この P っていうプログラムは N プラス M 個の、まあ、入力を取るというふうに、まあ、思ってるわけです。思っています。で、まあ、その X1 から XN、Y1 から YM っていう、あ、書いちゃった。っていう入力を取ったら Z が返ってくるっていうような、まあ、プログラムだと思いましょうというわけですね。で、これに対して、その SMN 定理を適用するとどうなるかっていうと、まずその SMN の関数があるんですけども、それには何を入れるかっていうと、そのプログラムのコードと Y1 から YN っていう、その P に対する入力の一部ですね。M 個の入力。これを入れます。で、そうすると何かプログラムのコード、別のプログラムのコードが返ってきて、まあ、そのプログラムを Q と呼ぶことにすると、Q っていうのは右のような動きをします。でどういう動きかというと、これは Q に対して X1 から XN という入力ですね。これは上の P に対する入力と同じものですけども、それを入力すると Z が返ってきます。Z ってことですね。Z になりますというのが、この SMN という関数の、出力として得られるプログラムのコードに対する、性質となるというわけですね。だからこの Q っていうのは、実際、まあ、だからどういうイメージなのかというと、Q っていうのは、まあ、どういうイメージを持ってもらいたいのかっていうと、まあ、これはその X1 から XN っていうのを Q に入力するんですけども、もう Y1 から YM っていうのが、もうこの Q の中に、もうその、初めから備わってる。初めから備わっていて、この Q の中では、実はこの P を動かしているんだけども、Y1 から YM っていうのは、もうその Q の中に入っていて、もう初めから決まってます。で、X1 から XN っていうのを Q に入力したら、その入力がそのまんま、この Q の中にある P に読まれます。で、P に対して、P に対して X1 から XN、Y1 から YM を入力した時の出力が、そのまま Q の出力になります。というような形で、まあ、Q が動くんだというふうに思ってください。で、まあ、そういうような、この Q ですね。Q というようなプログラムのコードを作るのが SMN という関数です。ということでした。いいでしょうか。いいでしょうか。これ、まあ、前回やった、まあ、前回紹介したことだったので、これを使っていきます。で、これ、計算可能だったってことも重要ですね。この SMN っていうのは、これ計算可能だってことも重要なことです。いいでしょうか。それではですね、今日その最近の話をしたいんですけども、そのためにですね、まず不動点定理というのを紹介します。で、まあ、不動点定理と言われるものを、まあ、ここにそのまま書いてしまったんですけども、ちょっとまずこれを理解したいということですね。この不動点定理が何なのか。で、不動点定理、あ、そうか、まず言ってもらわないといけない、のはですね、この不動点定理と今こう言ってるんですけども、この不動点定理を再帰定理と呼ぶこともあります。なんか世の中にはですね、たくさん再帰定理と呼ばれているものがありまして、まあ、いちいちなんかその一つ一つに名前がついている場合があるんですけども、まあ、この不動点定理のことを再帰定理と呼ぶこともあります。でも、この講義では不動点定理と呼ぶことにします。で、どういうものかというと、まずこの不動点定理の対象となるのは、計算可能な全域関数です。一変数全域関数です。一変数全域関数ですね。全域関数っていうのは、その定義されてないような場合がないところですね。どのような全数を与えても F の値が決まっているというのが全域関数です。で、そういう F があったら、どんな F でもいいんですけども、その計算可能な一変数全域関数であるような任意の F に対して、次を満たすホワイルプログラム R が存在すると言っているのが不動点定理です。で、これ、存在すると言っていただけるじゃなくて、実際にこれ、F に対して構成できます。作れます。で、どういうものかっていうと、それが下に書いてあって、任意の、これ N、これ自然数ですね。自然数 N に対して、まあ、読みますけども、ユニブ Enq Rn とユニブ F Enq Rn が等しいと言ってるのが、この不動点定理です。で、下にあるのが、イメージ図ですね。イメージ図です。で、まあ、その R っていうプログラムがあるんだけども、これは何かっていうと、そうかそうか。まずこの、そうですね。この式、この式を見ましょうね。この式を見まして、その左辺を見ると、これユニブ Enq Rn って言ってるんで、何かっていうと、まあ、ユニブその万能関数ですね。万能関数に対して、その Enq R っていうのと、
n っていうのを入力しましょうと。で、入力してます。で、そうすると、z が出てくるとしましょう。で、これ何を言ってたっていうと、ユニブってこれ万能関数ですから、ただその n か r のコードに対して、まあ、n っていう、これはなんかまあ、リストのコードになってるわけですけども、それを入力すると z が出てくるって言ってるんで、基本的にはその r っていうプログラムに n、本来僕は n が表すリストでないといけませんけども、n をコードとするリストですから、本来はこれ n をコードとするリストなんですけども、n をコードとするリスト。を入力するんですけども、まあ、ちょっとそれが今、これイメージなんで、この n と書いてしまってます。これイメージですから。だからちょっと、なんだろう。正確ではないんですけども、まあ、これイメージなのでそう書いてます。で、その、まあ、r に n を入力すると、その、左側と同じ z が出てくるという、まあ、イメージですね。この、それは、その、このユニブの万能計算の動きだったわけです。いいですか？で、上の、この式の右辺は何言ってるかというと、そのコードの部分、そのユニブに通すコードの部分が n か r を f に入力した時の出力だって言ってますね。だから n か r をこう持ってくるんですけども、その間にこの f が挟まってます。で、f が挟まると、なんか別のプログラムの、コードっていうのがこの f から出てくるわけです。で、今その別のプログラムっていうのを p と呼ぶことにしましょうとしてます。で、その p のコードと n をユニブに入れると、なんか z は出てきます。z と同じものが、上と同じものが出てきます。って言ってるのが、この、不動点定理の言ってるところです。いいですか？いいですか？ f に対して、そういう r が必ず存在しますと言ってます。いいでしょうか？今からこれ証明していくんですけども、よろしいでしょうか。これが何で役に立つのかってことは、後でこれを再起に使うからです。はい。ので、それをやっていきます。いいでしょうか。で、それで、じゃ実際これって不動点定理を証明するんですけども、まあ、どうやって証明するかっていうと、この f が人間に与えられたら、そこから、まあ、ここで言っているその性質に満たすような r っていうのを実際に作ります。で、どう作るのかっていうことの、まずイメージ図。というか、まあ、イメージ図で証明するんですけども、イメージ図をご紹介します。まずですね、ここに書いてあるような G というプログラムを考えます。これはファイルプログラムです。で、どういうプログラムかっていうと、N と E っていう2つ入力を取ります。で、まあ、出力を今この GNE と書くんですね。まあ、つまり何かというと、G っていうのは、この G という関数です。G という関数は、2変数関数だから、こうですね。で、これは、ユニブを通ってるから、部分関数ですね。こうですね。を、このスモール G を計算するプログラムが、このラージ G です。はい。そうなってまして、で、このスモール G という部分関数、あるいはラージ G というプログラムは、何をするのかっていうと、この N と E っていうのを取るんですけども、何をするかっていうと、まずその E っていうのを、この S11 って先ほどの SMN 定理の M と N が1の場合の関数に入れます。そうすると出てくるのは S11EE です。S11EE っていうそのなんか、プログラムのコードが出てきます。で、それを F という今与えられている任意の全域関数に入れます。で、出てきます。で、出てきたら、それとこの N です。入力の N。を万能関数に入れて出力するというのが GNE です。ですか。この万能関数のところは、これ、万能関数は部分関数なので、もしかしたら出力何もなく、停止しないかもしれません。停止しない場合は、この G という、関数は定義されてない場合になるというふうに思ってください。で、このラージ G を考えるとうまくいくということが後でわかります。で、どううまくいくのかというと、ですね、何ですかっていうと、この G 今これ作れますから、F が決まっていればこの G っていうプログラム作れますから、またこの S11 という SMN 定理から出てくる関数に2つの引数、EncG と EncG を入れます。この G というプログラムのコードを S11 に入れます。
そうすると、なんか別のプログラムのコードが出てくるんだけども、それが今考えている欲しかった R というプログラムのコードになります。でそれが我々の欲しい R です。で、ここまででその R の構成の話はおしまいです。で、何をしたいかというと、この R というのが先ほどの、この前のページに戻りますけども、これですね、この条件を満たすってことを言ったいわけです。そう、その R に、これですね、R に N を入れた時の出力と、この左のように作った P に N を入れた時の出力が同じになるってことを言いたいわけですね。で、それをやっていきましょうということをやります。で、今、ですね、R っていうのは、今、を見てみると、これどう作ったかっていうと、R っていうのは、左のこのエンク R ですね、どう作ったかっていうと、S11 にの引数としてエンク G とエンク G を入れて作ってるわけですね。で、S11 って何だったかっていうと、これは、上の方のプログラムの一つの引数をエンク G に固定しますっていうふうに言ってるわけです。だから、R っていうのは、どういうプログラムなのかっていうと、R っていうのはどういうプログラムなのかっていうと、これは1入力プログラムなの。G 自体は2入力プログラムなので、2入力プログラムの一つの、引数がそのまま R の入力数に残るわけです。で、もう一方は E なんですけども、その E がこのエンク G になるわけです。エンク G として固定されるわけです。R の中では。で、そう固定したものと、もともとの N っていうのを、G に入力して出力するっていうのが、これ R です。ですか。これはその SMN 定理の言ってることから、まあ、こういうものが R であるっていうことがわかるわけです。いいですか？そうすると、実際この R というプログラムに N を入力したら何が出てくるのかっていうと、G というプログラムに N とエンク G を入力したものが出力として出てきます。つまり上のこの G の E の部分がエンク G になっているわけです。E が、これがエンク G になった場合のことを、この下の R の計算では行っているわけです。ってことなので、出力何かっていうと、この E がエンク G になったものでありますから、それは、これですね。何言ってるかというと、R に N を入力すると、その出力は G、N、エンク G になります。ということを今説明しました。いいですか？いいでしょうか？じゃあ、この R の、コードに F を適用するとどうなるか。ちょっと考えます。あ、だからそれは今下の話ですね。すいません。だから、順番に話していきますよね。不動点定理で言ってるのは、ユニブにエンク R と N を入れた時の出力と、ユニブに F エンク R と N を入れた時の出力が一致するってことを言ってますから、その順番に見ていきます。で、まずですね、このユニブにエンク R、N を入れた場合、これ何が出てくるかっていうと、これは、R に N を入れてるのと同じですから、これは、上の話ですね。その R に N を入れたときに出てくるものと同じものが出てきますから、それは上の話から、これ GN、エンク G になるってことがわかります。いいでしょうか。これ上の説明そのままですね。で、問題はですね、この下の方なんですね。このエンク R に F をかませたときの、ここは今 F エンク R、ちょっと今ここで書いてないかになるんですけども、その F エンク R と N をユニブに入れたらどうなるかと考えます。で、これが、うまくいくのが、この上で作った G をなんでこういうふうに作ったのかっていうことの説明になるんですけども、これ実際、見ていくと、これが GN、N、G になるってことになります。まあ、それで、この出力が一致するってことになるんですけども、じゃあなんで、ここ GN、N、G なのかってことを説明します。で、これはですね、この G の作り方をよく見るんですね。G の作り方をよく見て、どう見るのかっていうと、どう見るのかっていうと、この、G の、その中身の中の、今この囲った部分、ちょっとここに着目してください。囲った部分、ここにちょっと色変えようかな。囲った部分って今、じゃあ囲いますけど、この
今青で囲いますけど、この囲った部分、今ここに着目してください。で、ここに着目すると、ここの部分は実はその今、その左下で見ている同じ色で囲いますけども、この四角の部分ですね。四角の部分と全く同じ形をしているわけです。ですか？全く同じ形をしています。じゃあ今この左下の方を見ますけど、その F に入ってきているのは円区 R なんですね。円区 R なんです。でそうすると、じゃあ円区 R は今どのように作られたかっていうと、ここ見るとですね、ここ見ると。円区 R っていうのは、S11 に円区 G、円区 G を入れることでできてるわけですね。そして、円区 R は、S11 に円区 G、円区 G を入れることでできてるわけです。そうすると、この部分っていうのはまた、この部分に対応してることがわかります。この部分っていう、今、擬音語ですけども、この S11 に同じ2つのものを入れてるっていうのは、この G の中で、この、またこのオレンジの部分ですね。ここにこう対応してるってこと。同じものは全く、同じように現れてるっていうことがわかります。いいですか？そうすると、今ですね、この E の部分、この G の、というプログラムの E という入力、これを Enq G だと思うと、この S11 に Enq G っていうのが入ってくるわけですね。それはその左下のところで Enq G が入っていくと同じなので、上の G の中で S11 から出ていっている、その出力っていうのが Enq R と同じであるってことが、その下の R の作り方からわかります。いいですか？これですね。これと同じものがここに出てくるはずですね。でそうすると F には Enq R が入っていって、Univ には N が入っていくっていう形になってますから、その入り方っていうのはまさにこの左下に書いている状況と同じなわけです。その同じ状況がこの G の中で起きているわけですね。ということは同じ状況起きてますから、この G の出力がそのまんま、この、左下の部分の出力になるということになります。で、G の出力、ラージ G ですね。ラージ G の出力は今 E が Enq G ですから、ここに書いてある通り G、N、Enq G になるということになります。つまり、この上に書いてある流れの出力の部分、G、N、Enq G と、下の部分に書いてある流れの G、N、Enq G 出力が一致するということになって、証明終わります。ということです。これで証明終わりなんですけども、よろしいでしょうか？わかります？この後の2ページは今、説明したことを文章で書いただけなんですけども、何か反応ありますか？何か、わかるわからない、わかるわからないという反応をください。特になしですか？特になしだと、わからない。どこがわかんないかってことをなんか、ピンポイントで言えますか？よくわかんない。よくわかんないっていうことはわかるけども、どこがわかんないかわかんない。って感じでしょうかね。じゃあちょっと、一旦文章を見てみますね。文章を見ればわかるってもんじゃないと思うんですけど、また見てみます。ですね、F はまず与えられるわけです。で、F が与えられたら、この GNE という微分関数をこのように定義します。この定義っていうのは、先ほどの図で書いたものと全く同じですね。この E と E に対して S11 を適用して、その出力に F を適用して、それと N を Univ に入力する。で、その出力が GNE です。という形ですね。で、これは、そのファイル計算が可能なものだけを、つなげてますから、S11 もファイル計算可能で、F もファイル計算可能で、Univ もファイル計算可能ですから、これ全体的に、この、部分関数はホワイル計算可能です。だからそれを計算するプログラムを G としましょう。いきますね。ラージ G とします。というのが、この二つ目です。いいでしょうか。で、
それに対して、これですね、その、今 G っていうのをこれ作れますから、G のコードを S11 に入力して出てくるプログラムのコードを R としましょうということにします。で、これ、この R っていうのが、不動点定理で欲しい R です。で、なんで、その、じゃあ不動点定理で要求している条件を満たすのかっていうことを考えていきます。で、ここは、まあ、1ページで書いてしまってるんですけども、実際に、この、ユニブ enqrn っていうのと、ユニブ fenqrn っていうのが等しいってことを、まあ、変形して見ていきます。で、まあ、順番に見ていくんですけども、まず、はじめのところは、これは enqr の定義何なのかっていうと、それは s11 enqg enqg だったので、それをそのまま代入してます。ですね。で、このじゃあ、この s11 enqg enqg n っていうのが、この、この smn 定理から何と等しいのかってこと、それ smn 定理をじっと見てあげると、それが、enqg と n と enqg を並べたリストのコードを、万能関数に入れたものと等しいですということになります。だからこれさっきの、これ図はあったかな？図はないですね。図がないんで、図書くと、だから、ユニブに、その、S11、エンク G 書けない。エンク G、エンク G っていうの、あ、C がないな。エンク G っていうのを、と、N を入れるっていうのは何なのかっていうと、それはその、これは、状況として何と等しいかっていうと、その S11、ダメだな、ちょっと大きさが。S11 エンク G、エンク G。と書くのはちょっといけませんけど、をコードとするプログラムに対して N を入れているのと同じだということですね。同じだところですね。で、じゃあ S11NQGNQG をコードとするプログラムはどういうふうに動くのかっていうと、それは、その、NQG をコードとするプログラム。ちょっと待ってくださいね。この NQG っていうのは、また色を変えると、この部分ですね。この NQG ですね。エンク G を、コードとするプログラムに対して、N っていうのはもともとの、引数 N ですけども、それに加えてエンク G を入力すると。なんか出てくると。こういう感じですね。で、この後ろのエンク G っていうのが、こっちの方ですね。に対応するということになります。ってことなので、これが、SMN 定理から、その ENQG に対して、ENQG をコールとするプログラムに対して、N と ENQG を入力して得られる結果と等しくなるということが、まあ、SMN 定理からわかるわけです。そうすると、これは、その SM、ENQG をコールとするプログラムっていうのは、これは G そのものですから、Large G そのものですから、Large G っていうのは、Small G を計算する、プログラムだったわけなので、その large g に n と enqg を入力して得られる結果っていうのは small g n enqg になります。これは large g の定義です。いいですか？で、large g をどのように作ったかっていうことを見てあげると、それ前のページになった。これですね。これ見てあげると、その、これが出てきまして、今 e の部分が enq large g になってますから、それを置き換えてあげると、この式得られます。ということになります。はい。で、enqr は何だったかっていうのをもう一度見てあげると、enqr っていうのは、この部分ですね。s11enqenqg ですね。ですから、それそのまま置き換えてあげると、欲しかった式が出てくるということになります。つまり、ユニブ enqrn とユニブ fenqrn が等しいっていう、不動点定理に書いてあった条件が必ず得られるという形になって証明が終わるというわけです。どうでしょう？
先にこっちをやった方が良かったのかな。だからイメージがあんまり伝わらなかったのかもしれませんけど、まあそのイメージやったからこそこの文章の意味が分かったかもしれないんで、まあそれで、まあ順番として良かったことにしましょう。で、じゃあ休憩の後でこの不動点定理を使って実際に再起動のようにやっていくのかって話をしましょう。はい。そうですね。だから今から休憩です。じゃあ2分休憩します。もし何か質問があったら、流しておいてください。コメントで。はい、お願いします。はい、それでは再開します。よろしいでしょうか。今ですね、はい、いいですか。今、不動点定理というのを紹介したんですけども、不動点定理自体も重要な定理ではあるんですけども、この講義では、それをこの今からやる再起定理を証明することに使うという立場で、使っていきます。で、実際やるのはその再起定理の話です。で、いきなり定理をやると、わかんないので、まずちょっと例からやってみたいと思います。はい。で、どういう例かっていうと、まあ、こんな感じですね。これ、いわゆる、階乗を計算するっていうことですけども、階乗を計算したい。まあ、階乗の計算別に、まあ、再起使わなくても、そのホワイル文とか、ホワイル使えば普通にできるんですけども、まあ、ここはその例として、無理やりその再起でやろうと思います。ので、まあ、そういう立場になります。で、まあ、階乗何だったかというと、ファクトリアルですけど、ですけども、これ、まあ何かというと、n が0だったらこれ1です。そうじゃなかったら、1以上だったら、n かける、その再起定理ですね。n-1 の階乗と。だから普通はこれ、n の階乗と書いて、下の場合は n かける、n-1 の階乗と。まあこう書くわけですけども、まあこれ計算したいというようなことを考えます。で、まあ、これ、ここに書いてあるように、この、ま、再起的に書いてあるんで、まあ、これ、その、この再起を使って計算しようと思うと、今、このホワイルプログラムでは、再起どうやってやったらいいかわかんないので、まあ、できないわけです。まあ、皆さん、好みのプログラミング言語 C とかですね、Python とか Ruby とかだったら、ま、再起できるんですけども、今、考えているファイルプログラムでは、まあ、再起そのままできないので、それをうまくやるようにしたいっていうふうに考えるのが今からやる話です。だから実際、ホワイルプログラムのその仕様というか、定義の中では、再起を行うっていう機能はないわけですね。だけども、今からやる話に従っていくと、実は再起できてしまうということになります。ので、それを今からやっていきます。で、まずはこの、会場の例でそれをやってみて、その後で一般的な話をしようと思います。で、その一般的な話というのは再起定理と呼ばれる定理になります。で、まあ、割と天下り的になってしまうので、ちょっと、まあ、先ほどのあれですね、
不動点定理の証明もなんであんなラージ G 考えるんだとかっていうことになっちゃうんですけども、この最近もなんでこういうものを考えるんだってことになっちゃうかもしれません。まあそう考えるとうまくいくというのが私自身の理解なので、私自身の理解も割と浅いと思うんですけども、まあこうやったらうまくいくって感じなので、まあそれをまずやっていきます。で、まずですね、仮に再起できるとしましょう。ファイル、プログラムで。そうすると、先ほどのその回数の計算っていうのは、多分こんな感じでプログラム化できるかなっていうふうな気がするわけです。で、まあ実際に書いてみました。で、まあこの中には、まあ、if とか、if then というような、遠い構文があるんですけども、まあそういう遠い構文はちゃんとその、直してあげるわけですね、最終的には。で、まあ、まあ、それはちょっと目をつぶって読んでみると何かっていうと、その入力を今 x1 としますけども、x1 が0だったら、出力とするべき x0 は1とします。だからこれはその先ほどの定義のこの初めの場合ですね。初めの場合、対応してて。で、そうじゃなかったら、どうするかっていうと、その出力というのは、掛け算します。丸と、これ、掛け算だと思ってください。で、何と何を掛けるのかっていうと、x1 と、これですね、ユニブ、エンク、P、エンク、N までの数字ですね。これ何かっていうと、これユニブだから、あ、ちょっとこれ先ほどの書き方も違う。だから万能関数なんですね。だからこれに、エンク P と、エンク、これは、長さ1のリストですね。N マイナス1です。だから N マイナス1っていうのも、本来は、N から1を引いたものをなんか別の変数に入れて、N がいかんな。X0 かな。正確に X0 ですね。N じゃなくて。ちょっとこれは X1 でして、本来は。すいません。これはちょっと手が滑ってますね。だから下の方を使って。これ後で直していきます。X1 ですけども。だから、こういうことなんですけども、これは、その万能関数の動きを考えるのは何になったかっていうと、ただ単に P に X1-1 を入れてるってことだけですね。っていうことを書いています。だから、この部分で、まあ、再起を行っているような気分になっているわけです。まあ、気分では実際再起を行っているわけです。行っているわけです。で、問題は何かっていうと、今、そうですね。この P は何なのかっていうと、このプログラム全、この自体はこれ P ということにします。ですか。だから、この P というプログラムを作るときに、その中で、このエンク P っていうのが本来使えれば、再起できるわけですね。だけども、このエンク P っていうのを作るためには、P というプログラム自体が分かってないといけません。だから、本来この P の中にエンク P を使うってことは、これできないわけです。だから、なんかこういうふうにですね、今ここに書いたように、プログラムを書きたいんだけども、これは正当なプログラムにならないわけですね。ならないというか、実際これエンク P が何だか分かんないので、こういうふうには実際書けないわけです。だけども、仮にこれを、だからこれ今やりたいことですね。これやりたいんだけども、できないからどうしましょうということを話をしているということになります。で、今、この流れですね。この流れを一応ちょっと図っぽく書いたのが、下の図で、まあ、これ P というプログラムなんだけども、まあ、X1 が0かどうかで倍分けして、X0、Yes だったら、X1 が0、Yes だったら、X0 を1として、そのまま出力しましょう。で、そうじゃなかったら、No だったらどうするかっていうと、X1 から1引いたもの、と、エンク P をユニブに入れたものと、そのまま X1 を流してきたものを掛け算して出力しましょうというふうに書いてます。で、まあ、そういうイメージですね。で、さっき言った通り何がいけなかったかっていうと、このプログラムの中で、そのプログラム自身のコードを使っているっていうのがまずいというわけなので、これを何とかして、解消して、まあ、これは実行できるようにしたいということを考えます。で、どうするかというと、とりあえず、このエンク P ここにあたっては、これ、実行も何も書けないので、まずこれちょっと外に出してあげます。それをやるのは、まずここで何かっていうと、これですね、実際はプログラム P の中で NP 呼べないので、NP を別の自然数を S にしたプログラム P プライムを考えます。先ほどあったこの NP っていうのを、この入力の一部にしてしまって、それをちょっと別の自然数で今置き換えてます。S としてます。で、これが書けるわけです。これはプログラムで書けます。S も入力だと思ってあげれば、まあ、このN、これは X1 の数字だから、これ直して、こういうふうにすれば、これは書けるわけです。これは書けます。この P プライムは。その最近使ってませんから。2入力、1出力のプログラムとして、これ書けるわけです。だから、この P プライムは、実際にそのプログラムとして書けて、この P プライムのコードっていうのは、これは求められます。
いいですか。で、この P プライムを使っていきましょうって話になります。で、どう使うのか。で、ここからちょっと、技巧的なんですけども、やっていきます。何するかっていうと、この P プライムのコードと、なんかわかんないもの、いい、っていうものを、その先ほどの SMNT の S11 に入力して、出てくるプログラムのコードを FE としましょう、ということにします。あ、そういう関数を考えます。それ1変数関数ですね。これ F。どういうことかっていうと、これ今、これ下の意味、これイメージ図ですけども、これが F という関数が行っていることで、E を入力したら、E を入力したら、その、E と先ほど作った P プライムのコードを S11 に入力します。で、出てきたものを FE としましょう、ということにします。で、そうすると、この E っていうのは、これ自然数なんですけども、どんな自然数入れても、この S11 っていうのはこれなんか計算してくれるので、でそこでこの FE というのが出てきます。だからこれは関数です。関数というのはその全域関数です。全域関数です、この F は。そうすると、F 全域関数ですから、先ほどの不動点定理が使えるわけです。F という全域関数に対して、ある R というプログラムが存在して、なんたらかんたらという性質が成り立つというのが、不動点定理から言えます。でそれがこの2つ目ですね。この F に不動点定理を適用して、プログラム R のコードを得ます。で、この R っていうのが実は、先ほどの階乗を計算するファイルプログラムになります。というのが結論になります。で、どういうことかっていうと、ちょっと上のイメージの真ん中を見るんですけど、真ん中を見るんですけど、これ何かっていうと、この、四角で囲んでいる部分は、これは何なのかというと、これは何のために書いてるかというと、そうか、これ、もともと、P プライムってのがあったわけですね。P プライム。P プライムっていう、プログラムが、1ページで取ります。これ P プライムがありますね。で、これに対して SMN 定理を使ってるんですけど、何をしてるかっていうと、この E、この S っていう部分を E に、として、このプログラムの中に埋めちゃってるんです。それがこの、S11、あるいはその FE が行っていることです。だから何を書いてるかっていうと、そうか、分かったぞ。この、今ここに書いてるプログラムっていうのは、その E っていうのをそのプログラムの中に埋めちゃってるんですけども、これは何なのかっていうと、FE をコードとするプログラムが何をしているのかってことを書いてます。ですか？今基本的に、その S11 の出力っていうのは、これは1入力プログラムのコードのわけですね。その SMNT で言ってることから。だから、この FE っていうのは1入力プログラムのコードであって、そのプログラムが何なのかってことを今ここに書いてます。で、このプログラムは E に依存するわけです。E に依存するわけです。E に依存して一つプログラムができます。で、その E っていうのはこの FE をコードとするプログラムのこの中に入ってるわけです。はい。で、これにってこの F ですね。今上に作った F に対して、不動点定理を適用するとうまくいきますって話になってます。で、なんでうまくいくのかっていうことを今から説明します。ここまでいいですか？何やってるのか。まず、操作を追ってほしいんですけども、操作はわかりますか？いいですか？いいですか？で、この F に不動点定理を適用してできたプログラムを考えて、それを R とするんですけども、実際にですね、じゃあ、その R に N を入れたらどうなるかと考えます。これは2ページだったかな。ありますね。R に N を入れたら、だから今、考えるのは、今、この人はユニム、あ、すいません、エンク R、N ですけども、これはどういうことを言ってるかっていうと、その R に、N を入れたらどうなるかってことを考えてみるようなものだと思ってください。本来はこの N じゃなくて、N をコードとするリストを入力するんですけども、R に入力してるんですけども、またここちょっとイメージなんで、ちょっと省略した書き方します。はい。だからこれが、この部分ですね。この部分が、何対応してるかということですね。はい。で、不動点定理から、
この UNIM ENC RN っていうのは UNIM F ENC RN になります。これ不動点定理で、課していた条件そのものです。ですね、じゃあ、この F ENC R、これ何なのかっていうことを、F の定義見直してみると、F こんな感じでしたね。F は一つ、入力を取ったら何かコードを返すって言ってたんだけども、その今 E の部分が ENC R なわけです。あ、ENC R 書けない。R なわけですね。うん、そうすると、これ実際やってるのは、S11 に ENC P プライムと ENC R を入れてることになりますね。だからその部分で、この FL、ENC R というのを S11、ENC P プライム、ENC R にただ置き換えてるだけです。それが F の定義ですね。いいでしょうか。でそうすると、この SMN 定理から、SMN 定理がこの S11 に何をしてるかっていうと、この書き方で言うと、この下の部分が、これが、まあ、先ほどと同じように言うと、FE をコードとするプログラムなので、その S11ENCP'ENCR によって得られたプログラムっていうのは、実際はどうなっているかっていうと、ここのその E の部分が今この ENCR になったんですね。今 E は E を ENCR と、あ、また書いちゃった。E を ENCR としてますから、このE が ENCR だったら、ここの中の E も ENCR になるわけです。で今、これはその中に E っていうのが、プログラムの中に ENCR っていうのが入ってるように書いてますけど、別にこの ENCR を入力したと思ってもいいわけです。どういうことかっていうと、その、おっと、そうですね、ENCR が、その、先ほどこの中に入ってたんだけど、そうじゃなくて、この S として、S が ENCR だと思って、こう入力されてるんだと思って、もう出力変わらないわけです。ですか。で、それは何を言ってるかっていうと、これ、その場合、この全体のプログラムと今 P プライムなんですけど、もうこの2つ入力があるのでね。2つ入力があるので、このプログラムにこれ P プライムなんですけども、P プライムの2つ目の入力が ENCR であるような場合を考えてることになります。ですね。だからそれは、ここに書かれてる形になりますね。P プライムというプログラムに N と ENCR を入力したときも実行を考えるということになります。まあ、これと同じになるということが SMN 定理からわかると思いますね。でしょうか。でそうすると、じゃあ実際にこの P プライムに、P プライムに N と ENCR ですね。N。あ、ここが今 X1 になってますけども、今、このじゃ X1 を今 N だと思って、下の ES が ENCR だと思って、これ実際実行してみると。実行してみると、今はですね、ここ N が 1以上の時を考えてますから、はじめの条件分岐で下の方に行きます。下の方に行きます。どうですからね。でそうすると、実際にやるのは何になるかっていうと、この掛け算のところに N が来て、その下のこのユニ分に入ってくるのは、NQR と N-1 になります。ですね、だから計算するのはこれになります。マルトの中が N とユニブ ENCR N-1 っていう形になるわけです。いいですか？これこの P プライムの動きからそうなることがわかります。いいですか？でそうすると、これ確かに最近になってるなってわかるわけです。何かというと、このユニブ ENCR N っていうのを計算しようと思ったら、それはマルト N ユニブ ENCRN-1 ってなってて、今じゃあこのユニブ ENCRN っていうのが、これは例えばこれは N の階乗だったと思ったら、この下に書かれているのは何になるのかっていうと、N かける N-1 の階乗という形になってるわけですね。この赤い部分が対応してますから。対応してて、N が N-1 に変わってますから。だから確かにこの R という、プログラムが、この会場の再起を実現しているということがわかります。いいでしょうか。だからこのようにして、この R っていうプログラムを作ると、その R によって再起ができるということになります。別に言い方すると、その今これ下にこの P プライムっていうプログラムを書いてるんですけども、もともとこの P プライムを作るときには、このユニブのところですね。ユニブのところの入力が、上の方が ENCP だったわけです。ENCP 本当は使えないから、この S っていう形で外に出して、
SMN 定理とか符号点定理を使って R というプログラムを作ってたんですけども、だから逆の言い方すると、ENCP っていうのをこのプログラム P の中に書くという多い構文を今のような処理で、ホワイルプログラムに書き換えられるというふうな言い方ができるわけです。で、そういうのがいつもできるっていうのが、再帰定理が言いたいことです。いいでしょうか。で、これを今からやっていきます。だから不思議な感じがしますけども、これできてるんですね。で、実際ちょっと見ていきますけども、再帰定理。今言った通りの形で言うと、ちょっとここの書き方は定理っぽくないですけども、ちゃんと書こうとすると、数学的に書こうとするとややこしいんで、あの雰囲気で書いてます。雰囲気何かっていうと、任意のホワイルプログラム P に対して、P の中で P のコード、ENCP を使うという遠い構文を作れます。だからそういう遠い構文を書いちゃったら、それをうまく今のような形でほぐしていって、ちゃんとしたホワイルプログラムに変えられます。ということを言います。で、証明は今の、その、会場のところでやったことと全く同じです。まあ、別の言い方すると、この一般的な証明があって、その証明を会場の時に適用したのが先ほどの例です。ので、まあ、その流れに沿ってやっていきます。で、何かというと、じゃあその P の中で ENCP を使うっていうような遠い構文を使ったとしましょう。で、そうしたら、それを次のように書き換えていけば、普通の、ホワイルプログラムになります、ということを言います。でどうするかというと、まず一番目ですね。P の中に現れる ENCP を他の記号で置き換えます。先ほどと同じですね。まあ、S とします。S なんでも何でもいいです。で、何か他の記号で置き換えて、S を P の入力に含めます。先ほど P 自体は1入力プログラムだったんだけども、それに S というのも入力に加えて2入力プログラムにしたわけです。そんな感じで、書き換えます。で、書き換えたプログラムを P' とします。これ先ほどと同じですね。で、その次に、1変数関数 F を定義します。これ先ほどと同じように定義していて、何かというと、F11ENCP'E という形で定義します。でそうすると、この F が1変数全域関数なので、それに符号点定理を適用して、プログラム R のコードを得ます。で、この R というのが実際その P を書き換えたホワイルプログラムになります。ということになります。で、それを今から実際確認するんですけども、まずこの流れはいいですか。流れは先ほどの、会場の時にやったことと全く同じことを、書いていると思ってください。いいでしょうか。それで、じゃあ実際に R と P が同じ部分関数を計算するということをちょっと確認したいんですけども、まあ、こんな感じで確認しましょう。じゃあ、先ほどそのやったように、その、まず、R に N を入力したらどうなるかということを考えます。そしたら、先ほどと同じなんですけども、符号点定理から、それは univ fnrn と同じになります。ということになります。で、f の定理から、ちょっと戻りますと、f の定理なんだったかというと、これですね。この e の部分を今、nqr としたらどうなるかというと、それは s11nqp'nqr になります。f の定理ですね。で、これを smn 定理に従って書き換えると、これも smn 定理を使って書き換えたわけです。ユニブ、エンク、ピープライム、エンク、エヌ、エンク、アールが出てきます。そうですね。ですね。で、まあ、ここまでは先ほどと同じで、で、だからその、ユニブ、エンク、アール、エンっていうのを計算すると、こうなりますっていう、まあ、結論が得られたわけです。で、一方で、って言いますね。P から P プライムを作った方法を見ると、これどういうふうに作っているのかっていうと、p っていうのがあったときに、それに入力として n を取ってくると言ったんだけども、その、p は、p の中で、なんか enqp っていうのを呼んでるというふうになっていたわけですね。で、それに対して p' っていうのを作って、p' は何だったかっていうと、n ともう一個その、なんか s っていう、s という、自然数を入力に取るようにしたんだけども、これがその、元々の p と同じ動きをするためには、この s っていうのが、まあ、enqp とであってほしいわけですね。あるいはその s を enqp として、この p' を実行すれば、まあ、左のような実行ができているような気になるということになるわけです。で、それを書いたのがこの式ですね。その p' に対して n と enqp を入力したものが、
このユニブエンクピー N になってほしいというのが、その、なんだっけ、遠い構文で行いたかったことなわけです。そうすると、これ、その上の式と、上の式っていうのは、この式ですね。上の式と下の式を見比べると、上の方で、このエンク R が出てくるところですね。と、下の方でエンク P が出てくるところっていうのは全く同じなわけです。ユニブエンク RM をどう計算したかっていうと、こういう規模で計算したと。でユニブエンク PM を計算したらどうなったかっていうと、こう計算したと。でそれは、ただ単にその上のエンク R をエンク P に置き換えたものが下でこう出てきているという形になっているわけですね。だから P と R が計算する関数が同じであるということが結論できます。という形で、まあ、証明をおしまいになるということです。いいでしょうか。が、同じ関数を計算するだけであって、同じプログラムではないですね。その、エンク P とエンク R が同じプログラムであるわけではないんだけども、同じ関数を計算するということがこれで言えています。いいでしょうか。だからこんな感じで、再起ができるようになったので、これでですね、我々もいろんなことやりたい放題で、やりたい放題で言っちゃいけませんけど、いろんなことできるようになって、まあ、これで嬉しいんだけども、一方で、まあ、これやるためには、この万能関数とか、先ほどのその、あるいはその、SMN 定理から得られる S11 という関数、あるいはプログラムとか、まあ、そういうものが必要になるので、割と、この機械によってプログラム自体は大きくなります。大きくなりますけども、それができるっていう、その事実が重要です。はい。どうしようかな。まあ、ここでちょっと一区切りなので、休憩しますね、もう一回。じゃあ、また2分休憩して、その次の話をやっていきます。はい、それでは休憩終わりにします。ここまでいいですか？何か質問はありますか？ちょっと難しいのは山々というか、その今まで使っていたその SMN 定理とか万能関数とか使ってますから、そういうのをちゃんと追いながら、まあ、今、この場で追えなくても、後で見返してもらって、ちゃんと確かに正しいなってことを確認してもらえればいいと思うんですけども、そういう形になってますので、ぜひ、自分でも確認してみてください。で、今からですね、残りの時間、ちょっと今日もしかしたら、時間あまり強いかもしれませんけども、再起定理の応用っていうのをやります。再起定理はですね、
さっき言ったみたいに、その再起を実現することを、教えてくれる重要な定理でもあるんですけども、実はその再起定理自身が、この計算可能性理論において果たしている役割は非常に大きくてですね、これによっていろんな証明手法というか、いろんなことができるようになります。で、いろんなことできると言っておきながら、新しいことを今からやらないんですけども、一つは何かっていうと、2回前じゃなくて1回前ですね。1回前にやった定式性関数の計算不可能性の証明を、この再起定理を使って、割と簡単にできるようになります。割と簡単っていうか、あんまり本質変わらないと思うんですけども、まあ、再起定理を使う証明がありますので、それをまずご紹介します。で、それで、これ、1回目ですね。再起定理を使って定式性関数の計算不可能性を証明できる。で、定式性関数もう一度、復習すると何だったかというと、2つ、引数を取って、X1 というプログラムが X2 を入力としたときに、停止すれば1、そうでなかったら0、でそういう関数です。でこれ、前々回じゃなくて前回ですね。前回かな前回ちょっといろんなところで、なんか迷ってしまって、これの定義本当にいいのかなっていうふうに迷ってましたんですけども、これは正しい定義です。正しい定義で、もう一度言うと、ある自然数 K に対して、X1 が K 入力 GoTo プログラムのコードであって、X2 が長さ K のリストのコードであって、その X1 をコードとするプログラムに、X2 をコードとするリストを入れたときに、そのプログラムは停止する。というのが条件ですね。そうだったら1。そうなかったら0と。で、この関数が実は計算不可能だっていう話をしますということですね。で、それが、これですね。定式性関数はホワイル計算不可能である。ということです。で、証明の流れは、あんま変わんなくて、何かっていうと、まずこの関数が計算可能だと仮定します。だから、これを計算するプログラムがあるとします。で、この時に、再起定理より、次のような1入力プログラムを作れますと書いてますね。で、今、このプログラムは Q なんですね。まあ、なんで Q にしたのか ?P でもよかったんですけど、これ Q でした。これ Q です。で、どういうプログラムかっていうと、これはこのプログラムの中で ENQ を使ってます。ここですね。だから、まあ、これができるのは再起定理のおかげであるというふうに思ってください。で、何を聞いてるかっていうと、このプログラムは、まず、これが1入力プログラムなので、X1 が入力です。入力は X1 ですね。入力は X1 と。ですね。で、このプログラムは何するかっていうと、ENQ に、Q に X1 をコードとするリストを入れたら止まりますか止まりませんかとまず聞きます。それをその isHolding に聞きます。今、isHolding は、ファイル計算可能だというふうに仮定してますから、まあ、この計算は今できるというふうにしているわけです。で、その乖離値ですね、その関数を計算した結果を X2 に入れます。はい。で、X2 が0だったら何とかします。まあ、X0 を0として出力します。そうじゃなかったら、インフループ、つまり、止まらないことにします。だから何かっていうと、X2 は0か1なんですけども、X2 が0だったら何が起こるかっていうと、これ Q は、停止します。で、一方、X2 が1だったら、Q は停止しないと。こういうことになってるわけです。はい。で、まあ、そういうような、Q っていうのを作りましたところですね。で、これは、もう一度言うと、再起定理から作れるということが保証されます。で、この時、じゃ実際に、このプログラムに、X1 入力したら、これ定数が定数ないかってことを今これ考えたい。考えます。じゃ QX1、だから Q に X1 を入力した時に、このプログラム停止すると仮定しましょう。そうすると、これ停止するって言ってるんだから、停止するって言ってるんだから、何かっていうと、この場合ですね。X2 は0じゃないじゃないといけないわけです。つまり、その isHolding EncQX1 の結果は0になります。で、ここですね。いいでしょうか。で、一方で、isHolding の定義何だったかっていうと、その値が0ってことは、何を意味するのかっていうと、だから、ちょっと待ってね。これはだから、これがちゃんと、この矢印がどこから来ているのかってことをちゃんと書かないと、またこれ混乱するんで、ちょっと書きますけども、この初めの矢印、これは、これは Q の
定義からです。あ、そうきます。そうなります。で、一方で、イズホールディングが、の乖離値が、出力がこれゼロだってことを何意味してるかっていうと、イズホールディングの定義から戻りますと、イズホールディングの定義から、イズホールディングの値がゼロだってことは何かっていうと、まあ、これ条件を満たさないわけですね。で条件を満たさないんで、つまりこれは停止しないわけです。これってどういうかわかんないですけども、ここはその、これは、イズホールディングの定義ですね。イズホールディングの定義から QX1 が停止しないということがわかります。そうすると、停止するところから始めたのに結論が停止しないってなっているので、これ矛盾なわけですね。だから結局、まあ、この始めの過程が間違っているので、過程としては XQ1 は停止しないということになります。じゃあ停止しない場合どうなのかということを考えると、これまた同じような論法で、Q の定義から、is holding の値が1になります。ここですね。だけども、is holding の定義から、ここですけども、この値が1であるってことは、これ実際このプログラムを停止するってことを意味しますから、やっぱりこう停止しないっていう、過程から停止するっていう条件から導かれてしまうので、やっぱり矛盾になるわけです。どちらの場合でも矛盾するので、結局過程が間違っていたということになります。過程が何だったかというと、is holding を計算するファイルプログラムがあるっていうことが過程だったので、これ間違ってる。つまり、そういうファイルプログラムはないという結論になって、停止性関数は計算可能ではない、計算不可能であるという結論が得られます。いいでしょうか。どうでしょう。なんか反応ありますか。反応ありますか。反論じゃなくて反応ありますか。いいですか。まあ、これ多分その本質的にはその前回やった証明と変わらないんですけども、なんかその再帰定理使ってるんで、なんかちょっと、わかりやすくなってるかなと。ただその前回やった証明も、まあそのなんか再帰っぽいんですよね。その自分自身を、その自分自身の入力とするとかっていうようなことをやっていて、それがなんかその再帰的であるようなフレーバーはあるんですけども、まあ、この証明ではそれをもう少しその本当に再帰を使ってやってしまっているという感じになって、まあだから再帰定理を認めればこっちの方が証明としては短いのかなっていう気はします。はい。で、これ一つ目の応用で、で、もう一個応用の話があって、それはですね、違うんですね。これちゃんとこれ応用だって書く必要があったんですけど、何かっていうと、これクワインというものがあります。これはですね、いわゆる娯楽プログラミングというか、趣味のプログラミングでよく出てくるんですけど、娯楽プログラミングって日本語があるのかわかんないですけど、書いてますね。で何かというと、クワインっていうのは何かっていうと、自分自身を出力するプログラムです。そのクワインって言います。クワインっていう哲学者がいたんですけども、まあ、その人がこれ発明したわけじゃなくて、まあ、その人にちなんで、他の人は名付けたということになってまして、で、クワインっていうのは何かというと、申し上げると、自分自身を出力するプログラムです。だから、気分としてはこれですね。まあ、その Q っていうプログラムは、ただ単に自分の中でエンク Q っていうのを作って、それをまあ出力するというような感じですね。で、これ、だから、これは再帰定理を認めれば、認めれば再帰定理も正しいんですけども、だから、その再帰定理を使えば、こういうのを作れるってことは、わかります。だから、その再帰定理が成り立つような計算モデルにおいては、必ずこういうものを、クワインというのは作れるわけですね。で、普通我々が使っているプログラミング言語っていうのは、大体、万能であるので、つまり、万能な計算モデルが必ずクワインを作れて、我々が普通使っているようなプログラミング言語でも必ずクワインを作れます。ということで、実際このクワインを作るっていうのが、この娯楽としていろんなところで流行ったり、まあ、たまに人々がやったりしていて、盛り上がったりすることがあるんですね。で、まあ、例えばなんかウィキペディアでクワインとかっていう項目を調べてもらうと、いろんな言語でその実際にクワイン書かれていたりするんですけども、ちょっと私ちょっとそこから一つ持ってきたので、それを紹介すると。ただ今からやるのは私自身が作ったプログラムではなくて、ウィキペディアに書いてあるプログラムです。ので、まず、今からやるの、今からお見せするのは、まずこのクワインが、どういうプログラムかってことをお見せするだけですね。だからもうこれ今実行してません。プログラムの中身をお見せします。
で、これはこういう、あ、今見えますか？ちょっともう少し大きくした方がいいかな。ちょっとすいませんね。フォント、ちょっとすいません。はい。今、こういうプログラムです。これ今、あ、これ、Ruby なんですけど、Ruby、この eval っていうメソッドがあって、それは何かっていうと、ここに書かれている、なんだっけ、文字列をそのまま実行します。文字列の内容を、そのまま実行するということです。で、ここでは、そのまま文字列の内容を S に代入してから実行しているという感じになっています。はい。で、やってるので、その何をやるのかっていうと、プリントエバル S、セミコロン PS です。これをやります。P っていうのは、いわゆるプッツですね。プッツってわかんないかもしれないから、あ、プットかな？プットかもしれない。文字列を出力するってやつですね。だからプリント F じゃないけども、なんかそうか、プットですね。プットですね。多分。プットで、その後ろのこの S っていう文字列を出力するっていう、メソッドです。で、このセミコロンは二つの命令を続けて行うっていうことで、で、前の部分はプリント、エバル S イコールですね。だからこのエバル S イコールっていうのをただ単に印字するっていうのがこのセミコロンの前で、後ろ側は PS っていうその S を出力する、印字する、S の内容を印字するっていう、そういうメソッドです。で、これ実際に実行しますね。で実際に実行すると、実行する Ruby ですね。Ruby、お願いします。うまくいかないかな。あれなんか時間かかってるな。多分ちょっと Ruby を呼び出すのに時間かかったです。すいません。あ、出ましたね。で、これはこの Quine RB というファイルの中身と同じ内容が実行すると出力されるということです。何やってるか分かりますか？なんか、あんまり通じてないかもしれませんけど、ただ同じ文字列が2つ出てきてるだけのように見えるかもしれないですけども。分かります？分かんない。どうしようかな。これ、どうすればいいのかな？どうすればいいかな？ファイルで見せればいいのかな？ちょっと待ってくださいね。ファイルで見せるってどうやってやればいいんだろうな。ちょっと待ってくださいね。そういう準備をしてないと、この準備をしてないことをですね、いきなりやると大体こう失敗するんですけど、ちょっと待ってくださいね。これどうやって開けば、メモ帳しかないかもしれない。メモ帳しかないかもしれない。すみませんね。待ってくださいね。ちょっと。メモ帳あるのかな、そもそも。メモ帳あるのかな。メモ帳あるかどうかわかんない。メモ帳あった。じゃあ、ちょっとメモ帳で開きますね、ちょっとね。あった。こういうプログラムなんですね。これもちょっと字が小さいから見えないけども、字を大きくする方法あった。待ってくださいね。こういうプログラム、こういうプログラムです。こういうプログラムです。今、こういうプログラムがありまして、これを実行した結果が、これです。これが今、消えてしまった。この、わかりますかね？これなんか、不思議すぎて何も通じてない気がするんですよね。このプログラムを実行すると、これが出てきます。何言ってるかわかんないかな？わかります？わからないかな？どうしようかな？よくわかんないって言われたような。待ってください。例えば、例えばね、なんかプログラム、なんか Ruby のプログラムで2プラス3とかってやったら5になるじゃないですか。で、やりたいのはその2プラス3を実行したら、答えを2プラス3にしたいんです。2プラス3を実行して答えが、だからこんな感じ、このことをしたいわけです。で、まあ、これ、プログラムなのかどうかちょっとわかんないですけども。だから、まあ、そういう意味では、ダブルクォーテーション2プラス3、ダブルクォーテーションっていうのは、クワインなのかもしれませんけども、まあ、多分これはクワインと呼ばないと思います。これはプログラムと呼ばないと思うので、これはプログラムじゃないと思うんですけども、
そういうことをやったプログラムが、この上のエバル S イコールなんとかかんとかっていうのです。ということですね。で、今、これは、Ruby でやってるんですけども、さっき言った通り、どんなプログラミングにも応用できます。例えば、その、Wikipedia を見てもらうと、C でこれを行う方法っていうのは書いてありますし、まあ、その C で書いてある方法っていうのは割と一般的な方法で、まあ、その方法を、他の言語の、クワインを作るために使う方法もあると思います。はい。で、まあ、Ruby の場合はこうやって簡単に割と書けますよっていうのが割と知られてるというか、ウィキペディアには書いてあって、今それをお見せしたんですね。実際このプログラムをですね、見てみると、まずそれ実行すると、このプリントエバル S ってことやるので、この初めにこのプログラムを実行すると、このエバル S、エバルスペース S イコールっていうのをまず出力するわけです。それこの部分ですね。実際出力してますね。で、その後で、S を出力するって書いてますね。PS で。S を出力すると。S っていうのは、実はこの、なんだ、この文字列そのものなので、この文字列そのものがここに出力されていると。ということで、このプログラムを実行すると、このプログラムの中身自身を印字してくれます。っていう仕組みになっているということですね。で、こういうのがどんなプログラミング言語でも作れます。だから皆さん、もし、興味があったら、自分が好きなプログラミング言語で、どうやったらクワインが作れるのかってことを考えてもらってもいいですし、まあ、大体ですね、こういうのは好きな人がやりきってるので、まあ、調べてもらえばそういうの出てきます。いろんな言語で。はい。で、そうですね。そういうことになってます。ので、まあ、こういう、まあ、これを応用と言っていいのかどうかわかんないんですけども、よくクワインが、この再帰定理とか関連で述べられるので、ちょっとここでご紹介してみました。だから、まあ、趣味のプログラミングをやってる人とか、実際こういう、クワインを考えたり、世の中でよくやられているのは、できるだけ短いクワインを書くっていうようなことを、競っているっていう節もあるので、まあ、そういうことに興味がある人は、ぜひ、チャレンジしてみてください。はい。じゃ、これで、今日の講義はおしまいですね。ちょっと今日は割と時間が余っているか、そんな感じになりますね。はい。今日は、再帰定理の話をしました。で、そのために、まあ、証明のためには、不動点定理っていうのを紹介しましたし、まあ、その不動点定理を使って再帰定理を証明するという形になりました。で、これによって実際そのファイルプログラムによって再帰を実現するということができますし、これはどんな万能な計算モデルにおいても、そういう再帰定理というのが、その再帰を実現する方法があるということにもつながっています。で、最後に再帰定理の応用として、一つ目は、定式性関数の計算不可能性の証明に使えますよっていう話と、もう一つはクワインというものの紹介をしました。で、次回が前半の最後になります。前半のまとめと、それを踏まえた、この、7回ぐらいでちょっと話せなかった雑多な話題について触れたいと思います。